ジャネット・ゲーナーはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の女優。第一回アカデミー主演女優賞を受賞。本名はローラ・オーガスタ・ゲーナー。幼い時にカリフォルニア州サンフランシスコに移住、1923年高校を卒業。彼女はロサンジェルスの秘書養成学校で学ぶ傍ら、靴屋の会計係として、 週休18ドルで働き始める。彼女は、その後いくつかの長編映画やコメディ短編映画の無給の、その他体制として出演するが、2年間は、目が出ずに職を求めて、シカゴ、フロリダ、サンフランシスコ、ロサンジェルスを転々とするが、古いことわざの、待てば、カイロの日よりありの通り、20歳の時、ジョンスタウンの大洪水で、主演女優の座をつかむ。彼女は、 他の共演者よりも素晴らしい演技を見せた。ハリウッドの大空運たちはトップスターを獲得したことを確信し、その年、主演女優としてフォックス映画社に専属となった。明けゆく魂、青足、誉れの一番上で主演を務める。翌1927年は日本のクラシック映画、第七天国とサンライズで絶賛された演技力を見せ、 翌年の街の天使と共に、ジャネットは史上初のアカデミー主演女優賞を獲得した。また1986年まで最も若いアカデミー主演女優賞受賞者であった。サイレント映画から陶器映画に移った時代であるが、ジャネットはうまく乗り換えられた女優の一人である。なぜなら、彼女は演技力が抜群であるだけでなく、美しいチャーミングな声の持ち主だったからである。 疑いなく、ジャネットは、アメリカンドリームを体現したのであった。1930年代も何ら問題なく彼女、主演の映画は作られ続けた。彼女は、数本の平凡な出来の映画の後、再び素晴らしい演技を見せた。それは、スター誕生である。彼女は、ビッキー・レスターとして、女優として成功しようと奮闘する姿を見せ、非常に説得力があった。 この中の一シーンで演ずる彼女がセントラルキャスティングで早くを登録しようとする場面がある。受付の女性は彼女に大勢職を求める女性が押しかけていることや交換台のところに連れて行き、大勢の交換手がその件で後で電話をしてくれるよう応対している場面である。受付上は彼女をやんわりと失望させてあなたのチャンスは何かしら 100万分の1の確率なのよと告げているのである。エスター、ビッキーは、でも、多分私は、その100万分の1なのよと答える。当然、エスター、ビッキーは、困難を乗り越えて、大物になっていくのだが、実際の彼女の実像とはかなり異なる。この見事な演技でももう一つのアカデミー賞に、ノミネートされたが実際には、大地のルイーゼライナーが獲得した。 彼女はその後、心の青春に出演した後、遺作となるバーナリンまで舞台やテレビにしばしば出演した。彼女の最後の仕事は、1980年代ブロードウェイでのハロルドとモードの出演だった。劇としては失敗だったが、ジャネットの演技は非常に好評であった。1982年9月、ゲーナーが75歳の時、同乗していた乗客が死傷する。 タクシー事故に遭遇し、彼女は11本の胸骨、膀胱破裂、頸椎骨折、腎臓からの出血、骨盤の複雑骨折等重症を負った。彼女は次の年までいくつかの手術に耐えたが、1984年、死去するまで著しく、体力を失った。1984年9月14日に、カリフォルニア州パームスプリングスにて肺炎で死去。 77歳であった、ジャネット・ゲーナーのハカスター誕生。ありがとうございます。